はい、バイクでこけた思い出ですね。バイクでこけた思い出、私はね結構広めの道路を走ってる、直進道路を走ってる時にバイクでこけたことがありまして、派手にこけたことがありまして、まあ完全に自損事故だし、怪我もね大した怪我はなかった。うん、まあ幸運がね、続いて大した怪我はなかった。だから体は大丈夫なんですけども、その時の状況をね今でも覚えています。真冬ですね、真冬、真冬で夜中にですね家に帰るために大きな幹線道路みたいな、そういう片側三車線ぐらいのそういう大きなね、大きな道路を直進をバイクを飛ばしてたわけです。はい、飛ばしてたって言っても大したスピードは出てないんだけどね。うん、でまあ飛ばしているとですね、急にですね、後輪の方、後ろのタイヤの方がカランカランとかカチャンカチャンとか、そういう金属音がしたわけ。なんか部品がこうカチャカチャ言ってるような、そういう音ですね。でなんか路面上のね石を跳ね上げたとか、そういうことはよくあるんで、まあ変わった音ではあるけども、カチャンカチャンとかカランカランとか、そういう音はですね、まあ、特に変な音だと思わなかったわけね。でそのままバイクをスピード上げてましたら、急にですねバイクの後輪ですね、バイクの後輪のタイヤがですね、後ろのタイヤが完全にロックしたような、完全にブレーキ、フルブレーキかけたような感じになって、タイヤの後ろがブル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 震えるわけ。震えるっていうのは、左右に誰か人が手で持って左右にこう揺らしてるような感じ。もちろん走行中なんで誰も持ってないんだけども、後ろのタイヤが左右に触れてるような感じ、ブリブリブリとね、そういう感じを受けました。で私は何か故障したんだと、何かがおかしいんだと思って止まろうとするんだけども、もうね後輪のタイヤがロックしてしまってるんでコントロールできないんですよ。はい、コントロール全くできないわけ。止まろうとはしてるんだけども、止まろうとする以前にこのままで倒れてしまうと、ガチャンと倒れてしまうんで、そのバランスをね、取るために、倒れないためにバランスを取るために一生懸命で、止まろうとかね、そういう感覚はもうないわけ。このままだと倒れるんで、なんとかバランスを取って倒れないようにしようと、もう少し減速してから倒れようと、そう頑張ったわけね。しかし、後輪がフルブレーキ、ね、完全ロック状態なんで、どうなったかっていうと、バイクはその場に止まろうとする、ブレーキ、急ブレーキでね。しかし体はですね、前に進もうとする。体はブレーキかけてないからね。強いて言えばお尻とシート、それから手とハンドル、これしかつながりがないわけですから、体は前へ行こうとする、バイクの車体はその場にとどまろうとするということで、体が前にポンと投げ出されました。うん、私はねバイクから離れたら危ないと思ったんで、空中でね、なんとかハンドルを持って、その場にとどまろうとする、つまりバイクに、くっつこうとしたんだけど、結局握力の問題もあるし、耐えきれずにポンと前に飛んでしまいました。つまり走行中に体が前に、体だけが前に飛んでしまったんですね。はい、で飛ばされたような、投げ出されたような形になって空中を飛びました。で空中を飛んでる間にもですね、事故の時っていうのは面白いもんで、まあ体験がスローのような感じになるわけですね。まるでスローモーションのように感じて、その間にたくさんのことを考えるわけです。さすがに走馬灯は見なかったけども、この後どうなるんだとか、これ原因何なんだとか、いろんなことを考えるわけ。つまり自分が体が浮いてる間、空中に飛ばされてる間にですね、着地するまでにアスファルトに着地するまでにいろんなことを考えるわけで、原因はちょっとわからない。ただ後輪がロックしたことは確かない。だから
バイクの車体はフルブレーキでそのまま止まろうとする。で、体は慣性の法則で前に行こうとする。で、飛んでるんだと。はい。で、飛んで飛んでどうなるかっていうと、それを予想したら、頭はね、ヘルメット、フルフェイスのヘルメットなんで大丈夫だと。はい。それで体はね、真冬だったんで、上はですね、中シャツみたいなの着てて、外側ジャケットは MA1 みたいな、そういうジャケット。はい。で、下はですね、ジーパンで、その上にね、冬用の防寒の、これまた MA1 のような生地の、ツルツルした生地の、防寒具というかな、防寒ズボン。これを履いてたわけ。それもこもこなわけね、全身ね。まあ、このままだと落ちるなと思ったんだけども、結構なスピード出てて、体がそのままアスファルトに落ちて滑っていくわけね。で、その落ちる前に考えたことは2つありまして、まず落ちてどっか骨折するだろうと思ったわけで、骨折するにしても骨折してはいけない場所ってあるよね。首とか腰とか背中とか、これは絶対に守ろうと。腕の1本や2本、足の1つや2つは、これは骨折しても仕方ないと。つまり腕や足を犠牲にして体の中心部を守ろうと、そう考えたわけ。はい。そういう準備をしました。準備って言っても体なんかもう投げ出されて動かないから、そういう意識だけだよね。骨折するかもしれないけども、できれば命に関わらないようなことを犠牲にしようと。つくんなら頭より手だということですね。それを考えましたね。それからもう一点、こける前にバックミラーで後ろを確認してなかったなと思ったわけね。異常が起きる前にバックミラーで後ろを確認してなかったということは、後ろに車が来てる可能性がある。はい。普通の自家用車だったら踏まれてもね、大した怪我にはならないとその時は思ったわけ。ただダンプカーとかどうだろうと、ダンプカーとかさすがに引かれるとまずいんじゃないかなと思ってました。で、こう周りの音的にですね、ダンプカーがすぐ直近、すぐ後ろに来てる感覚はないと。はい。ただ10メートル、20メートル、あるいは30メートル、40メートル後方にダンプカーが、追ってきてる可能性はあるんだと。そうするとですね、私はガチャガチャとこけて、そこの上をダンプカーが引いてしまうという可能性は十分に考えられるんで、こけたらまずとりあえず立ち上がろうと私は思いましたね。立ち上がって、ここ人間がいるんだぞっていうことをすぐに後方の車に知らせようと。そうすれば死なない、引かれないだろうと。引かれたとしても減速した後に引かれるんと。ですからね、こけた後に、倒れた後にのんびりしてらんないなと思いました。こけたらすぐに立ち上がって後ろを向いて手を振るとかアピールする、ここに人間が倒れてますよってことをね、まあ受け上がってるんだけども、ということを準備をしようと思って、その間数秒ですけども空中を飛んでアスファルトに、まあ落ちました。はい。落ちるとね、やっぱりねスピードついてるんでザーッと滑っていくわけ。落ちる格好はどういう格好で落ちたかっていうと、柔道の前受け身みたいな感じ。柔道ってさ、前にばったり倒れるときに手をハの字にして胸の前とか顔の前でパンってつくんだよね。はい、そういう受け身の仕方があるんだけども、そういう感じになりましたね、偶然で。要するにほふく前進のような、そういう状況で手のひらをついて、ザーッと滑ってきました。でザーッと滑っていって止まってすぐに立ち上がってですね、ちょっと体の感覚ちょっとおかしいんだけども、すぐに立ち上がって後ろを向いてダンプカーとか来てないかどうか確認して、すぐにバイクのところまで戻ってですね、バイクを路肩に寄せて、で、歩道に上がって一休みということになりました。
で、まあ、今までのね、ことからも分かるように、歩けますから大した怪我はしてないんだね。で歩道についてやっとですね落ち着いて、体のチェックをしましたね。そしたらね手はまあグローブみたいなはめてたんで、擦り傷程度、本当に軽い擦り傷程度で、もちろんヘルメットなんで頭は大丈夫、それから体の中心部も大丈夫ですね。で肘はね、手の肘は両肘、ちょっとすりむいてました。MA1 の肘のところが破れてて、中のシャツも破れてて、ちょっとすりむいてるといっても、まあ軽傷ですね。本当に1週間ぐらい治るぐらいの、そういうすりむき方。それからね、足ですけど、膝をねかなり、打ちつけて、打ち身がすごかったですね、両方。それから両膝すりむいてましたね。これもやっぱり、大きな、まあ、防寒具が破れていて、中のジーパンも破れていて、膝を、結構すりむいていたと。まあすりむいていてって言っても血が滲む程度で、そのダラダラとね血が溢れ出るということはありませんでした。ああよかったと思って、とにかく感覚としては骨折はしてないし歩けるし、まあ痺れてる部分はあるけども強めの打ち身だろうと思ってですね、もうそこはどうしようもないんで、バイクを歩道のところに邪魔にならないところに上げてキーをして、そこから歩いて電車に乗って帰りました。で後日ね、バイク屋さんに連絡して、ここういうところで事故ったんで、すいませんけど取りに行ってもらえませんかと、修理頼むためにね、そこまで運べないんで、バイク屋まで運べないんで、まあちょっと取りに行ってくださいって言って、まあ、ちょっと料金取られるけども、バイク屋さんはね、まあ、馴染みのとこだったんで行ってくれましたね。で修理もちゃんとしてもらいました。はい。でまあ病院に行くような怪我じゃなかったんで、まあバンドエイドぐらいですね。結構腫れましたけど膝とか、まあ病院に行くほどでもないと、ということでね、2週間後、1週間か2週間ぐらいしてバイク屋さんに修理できたんでっていうことで、まあ、お金払いに行くのと、それから受け取りに行くのと、合わせてバイクを取りに行きました。はい。でバイク屋さんに行くとですね、そのバイク屋の兄ちゃんがちょっと心配そうな顔をしてて、体大丈夫でしたかっていうふうに言われたわけ。私は焦げたっていうのを説明してるんで、大怪我だろうと思ってたんだろうね。私はね、まあ、大丈夫でしたと。擦り傷程度ですぐ治りましたし、まあ骨折もなかったし全然大丈夫でしたよってことを言って、でバイクのお兄ちゃんが説明を始めるわけね。こういうとこが壊れてたんでこうなったんですよみたいなことを言われました。その説明によると、後ろのね、ナンバープレート、はい、ナンバープレートがの固定してある器具が、ね、壊れてですね、割れて壊れてナンバープレートがまず外れると、違うな、まずですね、後ろのタイヤのカバーみたいなところにある、配線が外れたわけ。なんか壊れたかなんかね。その外れた配線がタイヤに巻き込んで、配線が引っ張られる。でその配線に引っ張られたテールランプがタイヤの方に巻き込まれる。でタイヤのテールランプと同じところにあった、ナンバープレートがタイヤに引き込まれるってことで、ナンバープレートがタイヤに引き込まれて、それがブレーキ役になって、急激に、ブレーキをロックしたんだと、そういう説明でした。はい。でまあそういう原因だったんだけどね。この話でね、面白いのはね、何かっていうと、私ね、その事故をする前に
その事故をする前に2週間ぐらいバイクを運転してない時期があったんですね。つまり、週に何回も乗っていて2週間ほど乗らない時期があって、それが明けて、バイクに初めて乗った日に事故ってるわけ。はい。でどういうね、なぜ2週間も乗らなかったのかっていうとね、その事故をする前の2週間はね、体調を私崩してたんですね。風邪気味だったり頭痛だったり、気分が悪かったり、原因不明の体調を崩す2週間がありました。で、あまりにも体調が悪いと、どっかね、まあ行くにしてもバイクは乗りたくないんだよね。うん、バイクはやっぱり体調悪いって乗りたくない。電車とかで行ってました。はい。晴れの日でもですね、体調悪いんで電車で行ってました。で、ようやく体調が悪いのは治ったんでバイクで行った、その時、その帰りにですね、事故をしたと。でね、よく考えてみると、体調が治って2週間ぶりにバイクを乗った行きですね、行きと帰りがあって帰り事故ってるんだけども、行きにはですね、スピード出してないんですね、全く。もう本当徐行みたいな感じでダラ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 行ってるわけ。それはなぜかというと、2週間ぶりに乗ったっていうこともありますし、体調が悪かったのが病み上がりだからね、病み上がりだから気をつけて乗ってたわけ。すごく気をつけて、スピード出せるような安全な道もゆっくりゆっくり行ってました。はい。で、帰りはですね、もう運転できるってこと分かってるし、帰りっていうのは夜中なんで車の量が少ない、歩行者もほとんどいない、しかも幹線道路で大きな道路なんで見通しも抜群にいい、ということでここならスピード出せるってことで、いつものようにスピード出したわけね。そしたら、後輪をロックして、こけたということです。だからね、まあよく解釈すればですね、行きに事故っていればどうなっていたかわからない。うん、交通量も多かったし、もちろん歩行者もいるし、細い道もあるし、はい、帰りの夜中の大きな幹線道路、空いてる幹線道路の直進、ここでこけるのが一番安全だったと、そういうことなんですね、後から考えてみると。はい。そう思うとね、2週間バイクを運転できなかった時期がありますけども、そこはね、なんていうのかな、虫の知らせというかね、もう事故をすることは体は分かっていて、できるだけバイク乗せたくない、ということで2週間ずっと体調不良が続いた。で、ようやく乗った時にはですね、安全な、比較的安全と思われる夜中、広い道路直進、そこでですね、事故をしたと、こけたということになります。